新着メッセージなし。レイブン、アーキバスからの指令に加えて2つ依頼が届いています。一つはルビコン解放戦線から、もう一つはオールマインドからです。この依頼を受けたらおそらくもう引き返せない。レイブン、私はあなたに委ねるという選択をしました。あなたの決断であれば納得できる、そう思うのです。被写権限かつ高度に暗号化された形式で届いています。コーラルリリースに関するものとみて間違いないでしょう。強化人間 C4621 レイブン、計画の実現に向け排除してほしい人間がいます。目標はアーキバスの特殊諜報局員ヴェスパー第三隊長オキーフ。第二世代強化人間でもあるオキーフは企業内部に潜伏する我々の賛同者でしたが、どうやら彼は土壇場で本意し鞍替えするつもりのようです。目標がアーキバスの指令を帯びて震度3の調査に現れたところを奇襲し事故として処理したいと思います。リリース計画の成就、その鍵となるのは特別な強化人間の存在です。強化人間 C4621 レイブン、オールマインドはあなたに期待しています。私たちは選択した。依頼を果たしましょうレイブン。システム戦闘モード起動。ミッション開始。ベスパー3、オキーフを排除します。お前は、なるほど、いよいよ贅沢な人選だ。オールマインドの使いなのだろう。うんざりするが、まだ死ぬつもりはない。差し向けたのでしょう。その全てが退けられたということです。気をつけて。お前は自分が何をしようとしているのか分かっているのか。オールマインドと関わるのはやめておけ。レディースに夢を見るのもやめておけ。預けないレーションを食い、するが、それこそが人間だ。ルビコンにはうんざりすることが多すぎる。ようやくまともに眠れるか。先に行くぞラスティ。ベスパー3、オキーフの撃破を確認。彼もまた計画の鍵となる候補者だったのかもしれません。オールマインドの依頼は果たしました。行きましょうレイブン。
強化人間 C4621 レイブン、計画の成就は近づいています。集積コーラルにたどり着く頃またお会いしましょう。これである程度の時間です。暗号回線に切り替え。強化人間 C4621 レイブン、ベスパー第二隊長スネイルがあなたを使い捨てるべく控えています。このまま進めばあなたは企業勢力の旅衆となるでしょう。送信する座標にてスネイルを排除し、以降は我々にお任せください。行きましょう、レイブン。621、どうだ、通信途絶えた。ハンドラー・ウォルター、彼もまた計画にとっての障害となります。我々にお任せください。
収する工期です。どういうことだ。通信障害だな。配域を変更しなさい。本部への連絡は後だ。そこ何者か。全員封鎖されました。貴様は独立傭兵ね。他県にしては花巻か。どうやってここを知った。まあいい、体に効くことにしましょう。リペア見つけたぜ。あいつらの言った通りだ。死ね、もらいぬ。一部です。オールマインドへようこそ。新着メッセージなし。オールマインドから連絡が入っています。コーラルリリース計画の実行に向けてあなたの安全を保証したいとのことです。内容を聞いてみましょう。人間 C4621 レイブン、あなたの協力により計画の成就が近づきつつあります。ルビコン技研都市における戦闘では企業の主力パイロットが複数名死亡しましたが、我々の情報操作によりあなたも同じく死亡したことにしてあります。とはいえ身柄の安全まで保証するには我々の保護を受け入れてもらう必要がある。強化人間 C4621 レイブン、ウォッチポイントアルファの深度2を遡り我々との合流地点を目指してください。説明は以上です。合流地点まで到達していただければ、何人もあなたを脅かすことはできなくなります。メインシステム戦闘モード起動。
行きましょう、レイブ。オールマインドの合流地点は震度1、地表付近です。これは何が起きている？停止していた防衛兵器が急に原因不明です。道中には企業の残存戦力が展開していますが、こちらである程度の破壊工作と防衛システム改ざんは施しておきました。識別がないものを待機しろ。各駅を開け。危険です。企業といえど統率を欠けばこの程度。人による組織とはやはり脆弱なものです。停止、識別不明。この状況をあの AC が絡んでいるはずだ。わけもわからず死んでたまるか。C4621、レイブン。合流地点まであとわずかです。強化人間 C4621、 レイブン、あなたの安全は保証されました。
ルビコン衛星軌道に到達。休眠を解除してください。了解です、マスターオールマインド。脳深部コーラル管理デバイスを起動。強化人間 C4621 覚醒しました。レイブン、意識を取り戻したのですね。脳波にも異常はない。安心しました。申し訳ありませんでした、レイブン。情勢が落ち着くまで眠ってもらうのが最も安全だったのです。状況を説明させてください。ここは封鎖衛星近傍、浮上したザイレムの戦争です。私たちの計画通り、企業はコーラルを吸い上げ、ひとところに集めた。あとはきっかけさえ与えれば、集積したコーラルは解き放たれ、人類に新たな地平を開くでしょう。コーラルリリース。レイブン、そしてエア、そのトリガーとなるべき存在があなたたちなのです。強化人間 C4621 通常モード移行。新着メッセージなし。レイブン、オールマインドから依頼が届いています。私たちはコーラルリリースを、人とコーラルの可能性追求を選んだ。決めたからにはあとは進むだけです。どのような障害があろうとも。強化人間 C4621、 レイブン、オールマインドはこれよりリリース計画に対する最後の障害、観測者たちの結社オーバーシアーの殲滅戦を開始します。彼らはザイレムをバスキュラープラントに衝突させ、コーラルを消滅しようとしている。あなたにはそれを内側から阻止してほしいのです。目標はザイレム制御中枢に仕掛けられたパラサイトモジュールの全破壊。これによりオーバーシアーが掌握している管制系統を正常化し、オールマインドによるカウンターハックでザイレムを強制停止させる手はずです。猶予はありません。ザイレムが制動回避限界ラインを超え、バスキュラープラント衝突が確定するその前に、確実な遂行をお願いします。オールマインドはオーバーシアを、始めましょう、レイブ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシアの仕掛けがパラサイトモジュールを全て破壊しました。制御ブロックには我々が先立って潜入させたゴーストが点在しています。これもオーバーシア、カーラにより制御を奪われている状態ですが、無力化すればパラサイトモジュールの位置情報を引き出せるはずです。目標破壊、この区画にはもうないようです。先に進みましょう。強化人間 C4621、 レイブ、こちらの戦況を共有します。あなたのハンドラーはやはりパルサイトモジュールはあと2つ。進みましょう、レイブ。旗色が悪いね。こんな時ビジターがいれば。6人以上死んでなどいない。
ください。先手を取られたら終わりです。すべての目標を破壊。残念ながら敵の方が一手早かったようです。強化人間 C4621 レイブン、ザイレム制御中枢に向かってください。ハンドラー・ウォルターおよびカーラ、この両名については私が対処します。制御システム、セキュリティダウン。中央デバイスにアクセスを。レイブ、ボス、すまない。やはり俺は笑えなかった。システム、完全停止しました。強化人間 C4621 レイブン、あなたの活躍によりバスキュラープラントへの衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。C4621 レイブン、改めてお礼を言わせてください。コーラルリリースを阻害する要因は排除され、ハンドラー・ウォルターの画策で生じた歪みも修正する目処が立ちました。残すは最後の一手、共にコーラルリリースを成し遂げましょう。解き放った向こう側に、レイブン、
そこに待つ者を見に行きましょう。企業が吸い上げたコーラルが共振を始めている。強化人間 C4621 レイブン、あなたの役目はもう終わりです。よう待ってたぜ、ノライヌ。てめえを消すため、俺はこいつらの一部となった。今度こそ死んでもらう。メインシステム戦闘モード起動。レイブ、オールマインドの目的は C4621 レイブ、 Cパルス変異波形エア。あなたたちはリリースのトリガーとして我々に取り込ませていただきます。コタクはどうでもいい。こいつを消せれば俺はそれが全てだ。ノライヌ、イグアス、あなたたちは計画における異物なのです。イレギュラー、これで全てを終わらせてやる。ようやくあなたと並んで戦える。私があなたをサポートします、レイブ。てめえか、耳鳴りの正体は。消えろ、モライヌとまとめてな。エア、あなたの同胞は我々を受け入れるでしょう。俺はてめえが妬ましかった。
我々の計画が人類と生命の可能性が、そのトリガーは私たちが代わりに引きます。目覚めたのですね、レイブン。コーラルは私たちを乗せ星々に伝播しました。だから、そう、私たちはもういつでもどこにでもいる。レイブン、共に新たな時代を。メインシステム戦闘モード起動。